カイロはアメリカ海軍の砲艦、シティ旧砲艦の一番艦、南北戦争期にジェームズ・ブキャナン・イーズによって建造された。カイロは嫌いによって初めて沈没した艦であり、1862年12月12日にヤズー川で沈没した。カイロは1861年にイリノイ州マウンドシティのジェームズ・イーズ社でアメリカ合衆国陸軍省との契約下建造された。 同年ジェームズ・ M ・プリチェット中尉の指揮下陸軍西部、砲艦召喚隊の一席として収益した。カイロは、アンドリュー・ H ・フット提督指揮する陸軍西部、砲艦召喚隊に所属し、ミシシッピ川及びオハイオ川で活動、1862年10月1日に他の河川砲艦と共に海軍に移管された。カイロは1862年2月17日のテネシー州、 クラークスビルの占領及び2月25日のナッシュビル占領に参加し、4月12日にフォートピローに対する作戦に参加するため川奥だった。5月11日にプラムポイントで南軍の砲艦と遭遇、戦闘を行う。この戦闘は一連の封鎖活動及び砲撃の幕開けであった。南軍は結局6月4日に砦を放棄することとなった。 二日後の六月六日にカイロは、両艦七隻と合流、テネシー州メンフィスで八隻の南軍砲艦と、戦闘に入る。南軍の砲艦は五隻が沈没、または座礁し、二隻が大破、戦線を無事離脱できたのは一隻のみであった。その夜、北軍は、ホートピローを占領した。カイロは、ミシシッピ側の紹介任務に戻り、11月21日に、 やずう川遠征隊に加わった。1862年12月12日、ヘインズブラフ攻撃準備のため機雷総会中、カイロは川包みの後に隠れていた義勇兵によって起爆された機雷の爆発により12分で沈没した。この攻撃による死傷者はいなかった。カイロは電気的に起爆された機雷によって沈められた最初の武装艦艇となった。現在は ミシシッピ州、ビックスバーグ国立軍事公園の博物館の一部となっている。現在の姿現在の姿、ガンボッツ、オンザミシシッピー、ありがとうございます。